新入幕は誰？二人いらっしゃいます。二人。白熊。白熊。大野勝。大野勝ですね。まあ若手。あ、すみません。若手だから幕内の壁に跳ね返されるっていうようなことはないような感じはするけどね。うん。どう白熊ってなんかもうこう知らないよね。いやまあ見てますね何回も、うん、結構いい相撲取りますよね、うん、はい、力もあって大野勝ってなんか結構モンゴル人の相撲取りだけど結構いい体してるなと思うんだけど、ね、そうですね、うん、結構力が強そうですね見てて、うん、いい相撲取ってましたね。なんてただ幕内でね、活躍するのが楽しみですよね、うん、新しい2人、新しいパワーがですね。なんかさっき言ってたじゃん、なんか大野里が何とか何とか。そうですね、あの9番、ね、うん、先場所は、ね、先場所9番だっけ？9番でしたっすよね。なんで、次、来場所どういう扱いするのかなと思ってて、すごく気にしてて。もう大関2人しかいないし、まあ、次大野里を上に上げようっていうその協会の思惑も結構あるから、前の解説やってた北の富士さんっていう、はい、北の富士さんは28勝で大関上がったの。28勝でだから別にまあ前のみが何番で何番でっていうよりいいようなことばっかり、こうその30何勝とかじゃなくて28勝でも。それ決まりではないですか？ないない、決まりじゃない。俺はなんか聞いてるのが33番か32番勝たないと三役でいけないみたいな。決まりはないの。そうなんですよ、ね、うん、上の人間がいいって言ったらいい、うん、だからそれぐらいの素質があるから早く上げちゃう場合もあるし、横綱上がっても1回も優勝してない横綱もいたりとかするし、うん、こればっかりは一概には言えないんだよね。でもまあ小野里は結構行くんじゃないの、大関横綱は上がると思うよ、まあね、来場所上がるといいんですけど、なんか9番、うん、ね、先場所9番だったからどうかなと思ってて、うん、ね、あの2桁で勝てばよかったかなと私が見てて思ってたんだけども、うん、まあ、なんか、うん、それ関係なくで上がれればいいんですけどね、うん、新しい力だしね、本当に、うん、ね、小野里、ね、入ってきてなんかまだちょっとやっぱり新しい力入ってくるとお客さんからの楽しみも結構すごいと思うし、うんうん、なんかね全然ちょっと違いますよね、うん、なんでやっぱり若手が上に上がっていくのがいいですよね、やっぱり見ながら、うん、お客さんからもすごく楽しみだと思いますね、うん、なんかね、なんか今回巡業だから巡業部長があれ両国さんだっけ、両国境川親方で聞いてますね。 そうそうそう、うん、それでまあ見てまあ巡業ね、誰がよう稽古してきたっていう話は聞いてたんだけど、まあみんなまあ阿炎とか霧島もよう稽古してたって、まあみんな平戸海とかね、まあ、上の方でまあ毎日毎日休まず稽古してたのことは言ってたね。で親方の息子もあれですね、もうだいぶ上に上がってきたじゃないですか、うん、楽しみですね。まあどうなん、頑張ってほしいですよね、まあ本人が頑張ればいいんじゃないのそれは、ね、もう、まあ、もうどうのこうのって言ってももう、うん、俺の言うことは聞かないんだから、もうそれはもうそれで自分で頑張って強くなるしかないわけだ。まあでもね本当にどうだろうね、今場所の、まあまだ分かんないけど、今場所優勝誰す優勝すると思う。いやどうなんですかね、やっぱ先場所もね、うん、あの大野里に期待してたっていうか、うん、まあでそれで横綱もね、もう、先場所ね、あれ先場所からですよね、横綱があって頑張ったっすね、うんうん、頑張ったし優勝したしね、で大野里もいい、もうちょっといい結果をね、うん、見てて思ってました。で9番だけが9番でちょっとなんか残念かなって、うんうん、気持ちが、うん、だと思いますけども、まあどうなんですかね、横綱も誰優勝するの、ね、いやもう
自分で独断と偏見でいい、ね、まあ大野里に、うん、まあ優勝してほしいっていうか、うん、まあ自分の意見なんですけども、うん、まあ多分やっぱりね先々場所ですね優勝したの優勝して、うん、でまだ相撲界に入ってそんな時間、うん立ってないしまだ多分体もまだ慣れてきてないんでしょうねやっぱアマチュアとまあプロとはまだ違いますから、うん、まだ体的にまだ慣れてきてなかったとこで優勝して、うん、余計に多分いろいろとこでイベントやったりとかね、うん、その地元にね帰ったりとか、うん、だからやっぱ稽古に対してまあやってたと思いますけどちょっと、うん、稽古あの先場所の相撲何番ぐらいちょっと出たとこで、うん、なんかちょっと疲れてんのかなって感じですね自分は疲れてんのかなちょっといつもとちょっとなんか軽かったちょっとなんかね、うん、優勝した後って意外と疲れるんだよね、うん、なんでそうなんですよねまあ自分経験もね親方もそういうのをしてるし結構あの優勝した後に予定がもうバン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 もうかさまって、うんうん、なんか次の場所までなんかやっともう次の場所来たあかんみたいなコンディションが整わないんですよ時間がなくてまあ見てて多分そんな感じなのかなと思ういつも用事だから軽かったし負け方が、うんだけどまあ多分その経験もしたから多分まあ今はあの巡業でどういう稽古をしてたかは分かりませんけどまあねその忙しさ の経験もしてまだ次もやっぱり頑張らないといけない場所がもうすぐね来るので、まあ、頑張ってもらいたいですねじゃあ俺は休み明け豊昇龍うんあとは豊昇龍ですか琴桜もね、うん、結構琴桜でもちょっとなんかまあ無難に勝ってるけどなんか力強さがない、まあ、あとはまあ横綱もいるしね、うん、だからまあ今の膝の状態がどうか分かりません生き抜きの豊昇龍推しの理由っていうのは、うん、いや豊昇龍がいいんじゃないかな、ね、いやあるでいろいろあるんだけどまあ豊昇龍ねいろいろ、うん9月場所で、うん、あの玉鷲関が連続して、うん、ねえこれ俺もうでも青葉ちゃんさんの記録誰も破れないなと思ったけど、うんね、休ますねそれ玉鷲がこう破りそうだっていうのはすごいなってまだ破ってるわけじゃないんだけどね3日出れば1位になります、うん、いやすごいですね玉鷲って、うん、新十両が一緒に、うんね、一緒になったんですけどね新次郎一緒なの？ あのそうなんですよ私と玉鷲とこの間亡くなられたあの内村山あのはいあの木村山関ですね岩友親方木村山ってなんかすごいいい親方だったらしいね、うん、いいですね、うん、なんかもうみんなに慕われてたんで、ねうん、あれ栃の岡のとこって親方衆みんな人間いいやつ多いよね栃の岡以外は、ね、いやうちの部屋結構いやみんないい栃王山とかさ話聞いてるとみんないい親方多いんだよね仲いいんですよみんな、うん、だから弟子若い衆もね結構部屋時代すごく仲いいなんであれやっぱ親方が悪いとやっぱ弟子はみんな育つよねうまくね不思議だとねびっくりするぐらいね反面教師そう反面教師だよね、うん、なんかあるっすねえなんかありますよねそこはいやでも、まあ、みんな集まった時にさそれ、うん、栃ノ心ってあんまりしばかれたことないのかなと思ってたら一番しばかれたのは栃ノ心関ですねとか言って若い人がみんな言ったああ結構しばかれたんだとか言ってなあびっくりした聞いて、ね、やっぱあんまり俺もそうだけど外国の人ってやっぱこう何風土も違うし考え方も違うしやっぱりその国々でやっぱりそのあれが違うじゃない違うのよやっぱりね日本とやっぱその考え方も違うしいろいろ違うからだからやっぱりそこに合わせて考えてあげないといけないから、だから俺がイラッときたからってそのぶち回したりはなかなかできないわけよ。それやろうとか言って憎たらしいからこんなやろうってバン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 食らしたり、でもやっぱ年の方ができるっていうのはやっぱ大したもんだなと思って。年の方何が大した
自分は大したもんだと思ってないだろうけどさでもさもうほんともうありえない俺からしたらだってもうゴルフのだってドライバーでクラッシャー死んでしまうよこんな頑丈だから死なないけどさ頑丈だよね自分ね俺体強いし意外とようでもこんなんで問題にならなかったなと思うのが不思議でしょうがないいやあれですよあれから、うん、あれからもうあの弟子に手上げるのがダメにあれが問題だったからてめえあんま叩かれたことないのにやっぱ弟子ぶち回したらさあかんやろ言ってそれなあほんともうそういうことだからもう相撲部屋なんか部屋制度あんまり良くないとかさもうそれ今もうやっぱりそういう若い親方たちはそういうことしないけど親方の時はどうやるんですか親方自分若い頃俺は15歳の時は毎日叩かれてたよ、うん、あの先輩に憎たらしいとか言い応じしなかったらみんな全員でこうなんていうのこう手足縛られてそれで手足縛られてほいでなんかこんな、なんかゴルフのスイングよりも強いようなそのなんかすりこぎ棒ってあんのねこんなの、うん、それでもう叩かれるバチバチギャーとかいう声が外に漏れるからって言って、うん猿打つはされて口に口にされてあーとかでみんなそれで泣いてんのうわーとか言ってそれ考えると時代変わりましたねできないでしょ今やったら首だろうからいや首とも同じじゃなくて捕まるでしょそんなの刑事事件だよ刑事事件暴行ですね、まあ、今場所の優勝は俺が豊昇龍で栃ノ心は大野里まああと2週間で場所始まるけど楽しみにします俺の予想当たんねえけどね俺の、うん、ほんと当たんないほんと豊昇龍よく怪我するからね豊昇龍はね先場所もそうだったっすよねなんか球場最後だからまあ今どんな体どんな状態とも言えないですねまあとりあえずは応援して、はいまあ、楽しいみんなが喜んでもらうだからね千秋楽までだって切符はもうないんだから行きたくてもすごいなんか俺らの時のその若鷹ブームの時にこうねすよりその切符はだ売れ行きがいいっていうからね結構外国人の方に売れてますよ、うん、やっぱそういうのもっともっとPR したら、うん、まあうまいことねだからヨーロッパなんかだったら土地の市に使うとかさ、うん、だからアメリカとかだったら小錦さんとかさああいう武蔵丸とかうまく使ってやるとかさいろんなの使ってやったらもっともっと相撲って面白くなるしまあこんなだってヨーロッパでもそういう形でやってるようなそのないじゃんそういうのってないですねないんだからやっぱりジョージアからもね誰か来る時に見たいって何が見たいって言ったらば相撲とか芸者さんとかにどうやって行けるとかさ、うん、手でよくあれ今本当に相撲のこう辞めたお相撲さんがマスけて相撲ショーみたいなのやってるけど連日どこも満員だもんねらしいですね、うん、結構多分みんなもうチケット買えないから本物の相撲はあまり、うん、それでドヒュアルとか朝こさにもありますよねそのドヒュアルがあって、まあ、ご飯食べながら飲みながらやっぱり外国人からしたらすごく楽しみですよね。やっぱりなかなかできないことは。